こんにちは。ポートランドを中心に音楽を通して日本の文化を紹介するノンプロフィットオーガニゼーションタコハチの主催、鳥丸由美です。日本で生まれ育って1996年にポートランドに引っ越してきて、自分に何ができるかと創立したのがこのタコハチです。温故知新をモットーに、日本の伝統芸能をヒントに新しいものをクリエイトし、エデュケーション、エンターテインメント、この2本立てでいろいろな企画を立てております。昨年はこのパンデミックでタコハチのショーは50個ほどキャンセルとなりました。オンライン上で日本の文化、和楽器を紹介するエデュケーションプログラムに注力し、そして自分も、日本のプロの音楽家からご指導を受けることにより、自分の芸を磨いてまいりました。タコハチでは和太鼓、津軽三味線、篠笛を使った演奏をしておりますが、今回のスペシャル企画はこの篠笛を使って、皆さんにお気軽に体験していただこうというものです。オンラインの篠笛ワークショップをするわけですが、皆さん篠笛持ってないと思うので入手しました、このプラスチック、簡単に始められる、ということでプラスチック製のものです。まあ、音は結構 OK な音が鳴ります。この篠笛と私のオリジナル教本、篠笛教本プレイ篠笛101第1という、ハンドブック、そして、90分のオンライン合同オンラインワークショップ、すべて含めて50ドルで、この企画を実施したいとしております。数に限りがあるんですが、もしも、足りない場合はアメリカでも太鼓ショップでこの似たような八本調子というものが、送料込みで40ドルぐらいで購入できますので、その場合はそちらを、購入して、タコハチの方でワークショップ、ハンドブックだけで、20ドルで受講していただくというオプションもあります。この篠笛ワークショップはシリーズで、今回は第1回目だけなんですが、今後も102、103と、レベルアップして続けていきたい方には続けていただくというオプションがありますので、どうぞまずはお気軽に試してください。皆さんに楽しく篠笛を始めていただこうという企画です。Zoom でのオンライン体験ワークショップとなりますが、第1回目は6月2日水曜日夜7時半から9時まで、こちらは日本語でやらせていただきます。1週間後の6月9日には同じ内容を英語で、日本語のわからない方にも参加していただけるように両方の言語でワークショップをさせていただきたいと思います。5月20日までにお申し込みください。両方参加できないけれどもやってみたいという方は、ワークショップをレコーディングいたしますので、そのリンクシェアという形で、対応させていただきます。どちらに、出ていただいても構わないし、両方出ていただいても構いません。どうぞよろしくお願いします。今回の篠笛ワークショップ101では、簡単に出る音4つを使って行います。その4つはこの音です。音ができるといろんなことが篠笛で楽しめるんですね。適当にやってみましょう。こんな感じで遊べますので、頑張ってやっていきましょう。このワークショップで使う教本はオリジナルのものですが、E メールで PDF ファイルとしてシェアさせていただきます。この教本に使わせていただいた教材は、私の大好きな篠笛作曲家、奈良在住の森村則恵さんの篠笛教育マテリアル、
そして私個人の情報、あとは童謡なども入れて盛りだくさんの内容になっております。私は12年間独学でタコ八で学んできたんですが、2018年にインターネットしのべコンテストで特別賞受賞、そして2019年にはタコ八でグループ参加をして優勝をいただいております。この経験、そして森村さんの、素晴らしい教本内容、あと私の大先生、世界的に有名なしのべ奏者加納康和先生の加納メソッドも取り入れて、充実した内容となっておりますので、皆さん頑張ってしのべやりましょう。そして7月29日には加納康和先生によるワークショップも企画しておりますので、将来がどんどん広がるしのべで楽しいライフのきっかけをプレイしのべ101のワークショップで作ってください。ワークショップの参加方法は、まず E メールでお申し込みください。タコしのぶえ @gmail.com、 何でも質問でもお気軽にしてくださいね。それでは最後に森村のりえさんの作曲ひとひらを吹いて終わりたいと思います。ひとひらはこのワークショップ101の次の102で皆さんにも習っていただきますので、楽しみですね。どうぞ。